遊戯王の環境とは常に変化するもの。それは新規パックの発売で新しいカテゴリが出たりすることが原因だったりもするし、制限改定によって今まで使ってたカードが規制されることによることが原因だったりもする。もちろん、規制が緩かったり、新規が台頭してこなかったりで、前の環境とあんまし変わることがない。といった事態も往々にしてある。中には、ほぼ10割の人間が同じデッキを使う。という常軌を逸した事態になることも今までの環境ではあった。個人によって考え方は変わるが、少なくとも私はいくら強く、魅力的。だからといってもありとあらゆる人間が同じデッキを使う環境というのを、良環境、とは思うことができません。個人的には頭一つ抜けたデッキが存在し、それをメタったり相性が良かったりするデッキが2、3個存在して、それらのデッキが中核となりつつ、他の色々なデッキがワンチャンをかけて切磋琢磨する環境。というのがプレイしてて面白い環境と思っています。そして2018年8月現在ですが、今はその理想にかなり近いレベルで、いろいろなデッキが歯をかけて大会を戦っている、と感じてます。今の環境ですが、CS や公認大会の結果などからざっと見てみたところこんな感じの分布です。やはり戦闘機が使用率1位ですが、サンダードラゴンの登場により一時期ほど使用者は多くありません。そして、そのサンダードラゴンに対して有利を取れ、姫にもある程度以上に渡り合えるオルターガイスト。この3つを軸にし、先行ワンキルを狙う豪気ヒーローなどが CS 上位の常連。といった感じです。これ以外にも規制がかかったとはいえ展開力は全く侮れないペンドゥラムテーマ勢や、多彩なリンクを駆使して全盛期を思わせる強さを再び得たスパイラル。ほとんどのデッキが苦手とするオルターガイストに対しかなり相性がいい。トリックスターの存在もありますし、シャドウディストピアのおかげで相手のモンスターを耐性無視で除去できるようになった芝刈りの井戸もちょこちょこ見るようになっています。数多くのコンセプトが違うデッキがバラバラに存在し、それぞれに有利不利を見ることができる環境。このようなバランスがいい遊戯王を見るのはだいぶ久しぶりなのではないでしょうか。中堅のデッキでも、きちんとハンド誘発を搭載し、プレイングを見極め、サイドプランを考え抜いた上で挑めば、どんなデッキでも勝つ可能性がある。というのは素晴らしいと思います。それぐらいに今はどのデッキもどうしようもないほどの力の差がないということなので、この先出る新規カテゴリも、発売前から話題になっており、どれくらい環境に対等してくるのか、こんないい環境だからこそ、どこまで通用するのか正直楽しみではありますね。以上です。皆さんも、自分の信じるデッキで大会に出て勝てるよう頑張ってください。私もオルターガイストだけではなくブルーアイズで勝てるように頑張ってみます。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。